はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきたいと思います。セレンの園でイベントを終えましたので、とりあえずワープしましょう。今度は、見届けの丘なのでこのまま転移すればいいのかな。そう、これね、双剣ミストルティン、いや、アドルを入れなきゃダメってなるとちょっと嫌だな。できればイベントで処理してもらいたいね。で、サライちゃんの登場と。名前はウーラどっちだよもうラクリモサを止めるには一体どうしたらいいのか。この奥にある選択の前進んでもらう。アドルの剣で入り口を開けられるはず。選択の間、一体何があるのか。地上のあらゆる生命に進化を促す根源の力、進化の摂理そのもの。進化の摂理に干渉すればラクリモサが止まる。進化の摂理は世界の秩序そのものとも言えます。それに干渉した場合何が起こるか分かりません。地上そのものが滅びるかもって話。迷っている時間はあるまい。恐竜村を守っているドギたちもそろそろ限界のはずだ。あ、一応今も守ってんだ。生き残ることについては相当がめついはずだって諦めないのか。僕たち人間だ。結論は出たようですねって、まあもともと出てるようなもんでしょう。よし、じゃあ先へ進んでいきましょう。レベルはなんかだいぶ高いよね。71だから適正レベルがいくつなのかって言われたらちょっとよくわかんないけど、でも別にレベル上げをしたわけじゃないからね。この大きな球体が進化の摂理を収めた選択の間。アドルの剣で入り口を開けるということでしたね。うん、アドルさん、お願いしていいかな。あ、そんなんで開くんだいや、すごいねこの剣の力は。おお、入ってった。いよいよだね、アドルさん。私たちも。お。今のはアドルに早く来る。
何が見えたのか、まあ、気になるは気になる。どうした？全部終わったら話すね。でかい。古代種オケアノスよりでっかいな。あれが進化の摂理。ここまで来た以上はやるしかあるまい。行こう、アドルさん。あなたならきっと大丈夫だよ。いや、これをどうするの？普通に正面からあれ、なんか先進まなきゃいけないんだ。いい、大回収しておこう。レベルアップしたけどヒュンメルは特に使ってない。ちょっと見づらいな、ね、あれが通らせてもらうよ。そして前方に強そうな敵がいる。なんだ、剣を持ってる割にはレーザービームを駆使してくるね。よし、ここはどうしようかな。でもまだアイテムを落としてくるか。普通の敵は宝箱がある。なぜこんなところに宝箱が置いてあるんだ。箱が置いてあるっていうところがすごいよね。力の霊薬、あ、全然使ってないわ。そういえばそういうの。まだ奥があるね。このまあ鎧マンは全力で、おお、フラッシュガード、超適当にやったら。こいつもいいの持ってるよな。で、あのラクリモサはずっと見てんのこれ。この戦いのシーンを絶望を与えてやる。この俺の戦いの姿を見せて、あいつらマジ強えみたいな。絶対勝てないわーっていうね、恐怖を植え付けてやる。フラッシュムーブも見せつけて、なんて速さだーみたいな。お、こいつはいたか。で、宝箱もしっかり回収していこう。守りの霊薬、なんでこんなの置いてくれてるんだろうね。まあ、誰が置いたのかは知らないけどさ、優しい。こいつ結構フラッシュムーブは狙いやすいな。この剣を振るやつだったら。全然無理だった。宝箱があったけど、ちょっと先にこいつを倒そう。命の霊薬もゲット。素材は回収しておきますか。うーん、近づいてきたけど、まだ剣マンがいるね。痛い。あ、2人いる。てか向こうにもいる。多すぎだろ。よし、狙ってきてる。ここはちょっと回避しながら行こう。ちょっと裏取りすれば楽勝だな。
なるべく SP は貯めておきたい。よし。で、あいつの前に来る前にはセーブを、セーブっていうか回復しておきたい。 SP 回復は OK。 あー、ここにあるね。ではではでは、ちょっと装備を変えよう。アイテム入手数アップ、凍結負荷、ランダムで状態異常負荷、これしか持ってない。レア入手率アップ、これもいらないな。移動距離でステータスアップ、70-70、これにしよう。他の2人はいいわ。あれを持ってければよかったね。必殺技の攻撃力が上がるってやつ。 SP 消費が上がるけど、最後の戦いになりそうだ。あ、そっか、ここであれか。やめるとかできるんだ。じゃあね。持ってこよう。一応ここに転移ができるから、 SP 消費2倍で、攻撃力 2.5 倍だっけ。あれが欲しいね。で、本当はクイーントマトとかもな、欲しかったんだけどな。まあいいか。誰がくれるんだっけ、こいつか。工芸品どれにするんだ。で、これも取れるか。ちょっと待って、まずはあれ、どれだ。ああ、また来い。あれ、こいつはあれか、こっちか。消費2分の1か。1個作成しよう。で、ちょっと待って、まだ装備別にする必要はないんで、こっちか。どっちがどっちだか分かんない。交換する。で、掘り出し物だっけ。で、プレゼント系はまあちょっといいとして、あれ、どれだ。取引交換する希少品、あ、これだ。スキルダメージ 2.5 倍、消費 SP2 倍。これ1個もらっとこう。よし。で、この装備を、まず3分の2を2分の1にするでしょ。で、さらに、これ使うでしょ。で、あとは腕輪だね、腕輪。これを、取ってこよう。だから防具だ。どっちかっていうと、なんかな、攻撃とかに特化したい気がするんだけど、ブレイク率って言われてもな、必殺 25% バトルアームレット、これいいかもね。そうだね、バトルアームレット、これにしよう。で、飛びさせる。よし。よしってさ、こんだけダーな強化してるけどさ、ほんとアドルを入れなければダメだみたいな、そんなんないよね。いや、ちょっとそれマジ嫌だな。どこだ、しかも最奥って。あれ、選択の間って、あ、いけるよね。よし、一応これで準備は万端かな。行こう。ちょっと待って、なかなか調べるのね、慣れないんだよね、いまだに。転移陣を起動する。あいつら準備してきやがったなって絶対思ってるよ。でかすぎでしょう、本当に。なんかトウモロコシみたいなのが植えられてんね。進化の断り、テオス・デ・エンドログラム。こういう名前にはさ、なんか意味あるんだろうね、やっぱり。何語かよくわからないけど。ようやくのご対面だね、アドルさん。行こう。
まあ、最後まであがきましょう。最後まであがいて道を切り開くぞ。んで、こいつが最後の戦い。待って、どあれ、叩けるね。減ってる、あ、減ってる、800とかクソ強えんだけど。ん、これどうすればいいんだ。一応でも減ってるね。わからんが、まだちょっとなんか必殺技を使うような感じじゃないな。このザコを倒していけばいいかな。確かにこの消費倍っていうのはきついね。きついけど、ただめっちゃ強い。おお、下がってきた。で、今度トウモロコシ狙えばいいのか。あ、なんか出てきた。あれ、ああ、準備しろってこと。いや別にいいよ、これを狙おう。まずはよし、あと一息、必ず楽に。とりあえずこれだな、やっぱりまずは一個ずつ破壊しよう。何個、3個か4個あったね。てかめちゃ強い、マジで。ただし、あれ消えてった。うおー、 SP を消耗するね。まあ当たり前なんだけど、これはちょっと攻撃でなんとかしよう。よし、あとは待って、今のうちに、え、どこ、あ、出てきた、これ使おう。テオスでエントログラムレベル71。うわ、逃げてく俺の。いや強い、マジ強い。ダーナのこの攻撃、よし。そして、上がってった。特にでね、本当に特にだよね。これは当たるか。なるほど、ご利用していこう。またどこ行った。もはや何に与えてるんだか全然わからん。つえ、ダーナとかマジつえんだけど。いって、これさ、だってさ、あー無理か。ちょっとあれを狙ったんだけどね、フラッシュムーブとか。適当に攻撃してるけどさ、こんなダメージが通るんだ。これさ、ちょっとアイテムで一回食おう。あ、結局使ってないわ、なんだかんだで使わず。あれ、料理なかったっけ。まあいっか、もうここまで来たら。あれ、どこ、こっち、ブレイク。これで決める。終わりだ。あれ、どこに当たった。あれ、なんか、あ、エクストラスキルで決めなきゃダメってこと。おお、かっこいい。外れてんだけど、なんか微妙に。
完全に倒したか。いや全然強くはなかったね。てかあのダーナがめっちゃ強いんだけど、むしろ。おお消えた。何言われてももう動けねえ。リコタもさすがにヘロヘロ。静かだな。外の様子はどうなっている？私たち止めることができたのでしょうか？なんだ何が起こってやがる？これは地震？皆さん無事ですか？サライちゃん何が起きたの？ええ、ラクリモサは確かに止まったようですが、島が、いえ世界が、この島を中心に消失し始めています。なんだって？そんな。ハドル、摂理に干渉したのはやはり間違いだったのでしょうか？最後まで諦めるな。私たちがやったことは間違いになってさせない。第6部絶海のラクリモサ巻。アドル、いらっしゃいますか？いつまで寝ているのです？ドギたちはもう積み荷を運び込む作業を始めていますよ。ん？ラクリモサはどうなった？ラクリ…何のことでしょう？とにかく1週間後に島からの脱出を控えているのです。あなたも早く起きて皆さんのお手伝いをしないと。
ダーナはここにいるのか。ダーナ、どなたです？漂流者にそのような名前の方はいないはずですが。アドル、その体調が悪いわけではありませんよね。もしそうなら今日は体をしっかり休めて。どうやら夢を見たみたいだって。そんなそんなことじゃ済まされない。大丈夫だ、今着替える。いや、そうですか。それでは私は失礼します。その無理はなさらないでくださいね。アドルは着替えようとして双剣ミストリティが力を失い元の毛に戻っていることに気がついた。見れば腕から進化の森人の証である模様も消えている。一体何が起きているんだろうか。いても立ってもいられなくなったらアドルは慌てて身支度を整えるのだった。エピローグ。青き波動の果て。絶海のラクリモスはトロフィーを獲得しましたと。まあ、ダーナの記憶がなくなってるとはいえ、どこまでそういう何この島の記憶が残ってるかだよね。みんなだって北部とかはさ行ったんでしょ。だってオケアノスとかはさどうやって倒したんだろう。そこら辺の記憶だよね。落車の言う通り脱出の準備が始まっている。漂流者たちの表情は皆明るく、村の中は活気に満ちている。サハドたちの話も聞いてみるべきだろうか。ま、話すのは話してみましょう。珍しくよく寝ていたようだ。今日だけは報酬がなくとも運びを受けようことにした。島からの脱出に必要なものは何でも運ばせてもらっている。うん、妙だな。いや、きっと気のせいだろう。荷物運びにも金取ろうとしてんのかこいつは。リコッタちゃん、そうじゃな。船に乗って気持ち悪くなったらすぐわしに言うんじゃぞ。その時は酔いに効くハーブを出してやる。船で酔うものなのか。いや、船酔いはするよ。俺超船酔いするからね。お前さん初めてじゃが、船ってのは大層揺れるからの。船酔いというやつ。てか海賊船乗ったよね。そういえば。リコッタ船酔い楽しみ。サハドみたいに歌ったり踊ったり楽しくなったりする。前から酔っ払いになってみたかった。一応話すかこいつらにも。希少な素材もそれなりに手に入った。この島に思い残すことはない。古代種の素材かい。大昔の生き物。古代種自体がもうなかったことになってんのか。よし。こいつもサハドみたいなモーション取るな。てかアイテムを見よう。うわ、アイテムとかないんだけど。見れない。じゃあちょっと浜辺の前にカトリーンさんとかも。幻の金属ヒーロー金。この精錬塔ならあるいはと思ったけれど、やはり幻は幻に過ぎなかった。ヒーロー金は実在します。
あなたもヒーローカネのことを知っていたのね。少なくともこの島には存在しなかった。そうね。混合石より固く錆びることのない金属、そんなものがこの世に存在するなら一度は扱ってみたい。アドルならいずれ本当に見つけてくれるかもしれない。うん、そうだね。なんかもうどこら辺があってどこら辺がなかったのかっていうのがよくわからんわ。線引きがわからない。食物はだって育ててたんでしょ。で、一応いる人は話していくか。そうですね。お茶を飲み終えたら荷物運び。70歳まともな。お茶飲んでていいよ、70歳だったら。こいつはいつもより無口だ。シスターニア。アドルさん。そうだね。さらばだ船長。で、ここはまあとりあえず全部見たかな。アドルの変化。さて、じゃあ上の方に行って誰かいるか。こっちには本当に誰もいねえんだけど。じゃあ浜辺に行きますか。多分外にはもう出れないからね。外に出ようとすると絶対なんかメッセージが流れると思うから、こっちの浜辺に行きましょう。1週間後に出発ってまだちょっとあるね。期間が。柵はこっちだから誰もいなかったね、柵の方には。先にドギーから話す。どうした、ずいぶん眠そうじゃねえか。顔でも洗ってこいよ。もうガキンチョは？ピッカードの乗る船は作ってない。うん。置いていくのも忍びねえし、やっぱり食料と一緒かねえって。完全に食料扱いだな。いやー残念だぜ。もし積み荷が綺麗に詰め込めたら場所が空くかもしれない。積み荷ってあれか。雑に積むんじゃねえの、きっちり隙間なくやれっての。単純なやつだぜ。じゃあサハド。長いようで短い漂流生活。おお、なんとなくだね、やっぱり。サハドたちもこれまでのことをまるで覚えていない。始まりの体重。北部へ行ってみるべきだろうか。え、今から。転移とかはどう考えても使えなくなってるでしょう。小舟で高波に煽られお前に助けられたこともあった。うん、そういう感じか。それはいつのことですか。島から出ようと小舟で漕ぎ出したことがあった。浅はかではあったが、とにかく今日という日を迎えられた。うん、なんかくれ。戻ったらなんかくれ。あれ、二段ジャンプはできなくなってんね。いや、子供でも働いてもらわないと。人をこき使っただけあってなかなか爽快じゃねえか。ここの仕上げ少し出っ張ってねえか。いやー、エアランこだわるねー。エアラン自体は、うん、そっか、まあ1週間あるっちゃ1週間あるからね。他こっちゲーなんかあるんだけど、力の霊薬とか。今更手に入れてもだって使えないもん。
力の霊薬なんてこんなとこにあったのか。じゃあ一応外に行こうとする。こっから転用絶対無理でしょう。無理だね。あれ移動する、あ移動だね、転移じゃなくて移動だね普通に。いやどんくらいかかんのよ。だってそこには何も残っていなかった。ジーンもそして始まりの胎児も。ここには初めから何もありはしない。そう語りかけるかのように、なんだこりゃ、こけむした読めなかった、木漏れ日だけがアドルを優しく包んでいた。みんなでどうしたんだ。それがですね、何かに呼ばれた気がして漂流村を出てきた。なんとなくここに来ないといけない気がした。でしたでしょうか。ううん、違う気がするだがなぜ違うと思うのだ。わからんが、確かにもっと大きなもんがあった気がするな。アドル、この辺りをみんなで少し歩いてみませんか。落車たちが合流した。装備的なものはない。一応編成はできるんだまあいいや、これで、まあ、まずはこのまっすぐ行ったところの、これがちょっとひときわ色が違うんで気になるね。気持ちになるのはなぜでしょう。アドル発見、赤いの発見。てかこいつも連れてくの。様子が違うようですが、アドル・クリスティン、よくぞここまで来ました。他の者も我が承知によくぞ応じてくれました。その喋り方、今度は一体誰のモノマネだ。
怪しい。あ、これが大地の女神なんとかあいつが言ってた。記憶を今一度あなたたちのもとに。頭の中に流れ込んでくるこの記憶は、どうして今まで忘れていたのでしょう。かけがえない友人の存在を、ターナさんと共に過ごした日々を。すでに存在しない記憶ですが、ひとまず復元させてもらいました。復元ってあなたは一体。私の名はマイア。かつて大地が生まれし時代に始まりの大樹を創造した神です。神様だと？マイア、どこかで聞いた名だが。確か森人であるヒドラさんの話に出てきました。大地神マイア、大樹と共に進化という秩序を作り出した女神ですが、ヒドラさんの時代に姿を消したと聞いていましたが。その神様がどうして今ここに？夢を見ていました。進化によって移ろう、果てなく続く絵物語のような夢を。それはとても心地の良い夢ですが、宣告、私はその夢から目覚め、それによって世界が滅びたのです。え？どういうことだ。この地のあらゆる事象、出来事は私がまどろみの中で見る夢そのもの。地上のあらゆる種の営みも、そしてラクリモサですら、私が目覚めれば夢が終わりを迎えるのは当然です。そんなことが。それでは俺たちのことも全てあんたの夢だというのか。しかもそれが終わったなんて。もしかしてあの時。テオス・デ・エンドログラム。そう、進化の根源たる力が停止したことで私は目覚めました。それじゃあリコッタたちが世界を滅ぼしたのか。でもそうだとしたら、今いるこの世界は一体。
ここは私が新たに再構成した世界です。あなたたちは確かに以前の世界に終末をもたらしました。あのエタニアの娘に導かれて、彼女は世界が私の夢であることに気づいていました。そして私を目覚めさせることでラクリモサを阻止したのです。そんな、ダーナさんが？ダーナはどこに行ったんだ？待ってくれ。テオスでエンドログラムが停止したあの瞬間、ダーナは自分自身の身をその代わりとして差し出したのです。その行為の代償として彼女は自身の存在を失いました。存在を失った、消えちまったってことか？自らが持つ力とミストルティンに宿った想念の力、彼女は相反する二つの力の作用により新たな進化の概念へ昇華したのです。そのおかげで私は崩壊しかけた世界を再構成することができました。ダーナさんはそこまで考えて？いえ、全て理解しての行動ではなく、彼女も無我夢中だったようです。ただその神にも近い所業は彼女から自身の存在を奪いました。新たなこの世界で彼女は概念でしかなく、過去にすら存在していないのです。それで俺たちは彼女のことを忘れてしまったのか？もうダーナ姉に会えないのか？リコッタちゃん、もう礼を言うこともできないなんて、そんなのってありかよ。これはもう船にみんな乗ってるね。天気は良好、海の状態も悪くなさそう。問題なくスニオン港へたどり着くことができる。きっといろいろな驚きや出会いが待っていると思います。
か、これ漂流してからどれくらいの月日が経ってるかだよね。前を向いていこう。マイヤの説明によれば、世界が均衡を崩せばラクリモサは今後も起きるということ。世界の均衡なんてさ、もう俺たちだけじゃどうにもならんレベルでしょう。世界の均衡なんてすぐ崩れそうだからね、この世界。一応時系列的にはイース6の前だよね。ってことはまたまださ、あのナピシテムシステムが残ってるってことでしょ。簡単に世界の均衡崩れるわ。イース7ラクリモサオブダーナ、一応ね、エンディングはね、3種類あるみたいなんですよね。で、まあもちろん一番いいのがトゥルーエンドなんですけれども、多分これトゥルーエンドではないよね。普通のエンディングかな。バッドエンドでもないと思うんだよね。まあ、あとはちょっとエンディングクレジットを見ていきますか。クリアデータについて、クリアデータを保存しタイトル画面でロードすると各種引き継ぎ項目特典を選択し新たにゲームを開始することができますと、クリア時の状態を引き継いだまま第6部の最終決戦直前から再開することもできます。クリアデータを引き継いでゲームを開始したり第6部の最終決戦直前に戻ると漂流村に現れる漆黒の水晶石からタイムアタックに挑戦できます。エピローグの分岐について、エピローグの内容はアドルの名声値によって分岐します。名声値はクエストや各種やり込み要素をこなしたり、追撃戦で高評価を得ることで上昇します。クリアデータを活用し新エンディングを目指してみてくださいと、まあ、新エンディングではないよね今回。名声値は冒険日誌のレコードで確認することができますということですね。
じゃあこれで終わりかなということなので、まあイース8ね、めちゃくちゃ長くなりましたけれども、一旦今回はこれで終了したいと思います。まあ最終エンディング的なものはね、見てみたい気はするので、どうしようかな。プレステ4でもね、やっぱりね、やりたいっちゃやりたいんだよね。まあただビータとプレステ4のセーブデータって共有できないのかな。共有できればな、結構いいかもしれないんですけれども、まあとりあえず、イース8、今回で一旦終了となります。本当にね、長い間本当にめっちゃ長くなりましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。またね、イースシリーズ俺はかなり好きな部類になるので、やっていければやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。